はいどうもフィーバーです。ついにトレジャーウォーズが消え、ベッドウォーズが来ました。なんとプレイ人数驚異の4500人超えということで早速プレイしていきましょう。さあ始まりました。現段階でガチ初見なので何もわかりません。どんなアイテムがあるのかとかどういう仕様なのかとか、あ、ここからインゴット出てくるんですね。で、鉄塊、金はどうした？ほうこれがジェネレーターアップグレードするやつですか。ダイヤ銃のやつあるんどないしとんねん。横からどうも棒人間です。ベッドウォーズやってるんですか。そうだよ、初見だから何もわからん。石剣鉄録とか中途半端すぎだろ。あと知らんアイテムめちゃあるな。とりあえず鉄集めてブロック買います。買いましたのでベッド囲いますか。こっから何すればいいんだ。トレジャーの時みたいにダイヤ取りに行けばいいんじゃないか。なるほど、行ってみるか。なんか敵さんが先に行ってましたね。このダイヤ取ってそのまま攻めてみるか。いやそれはさすがに後先考えなさすぎやしないか。いや壊せるぞこれ。今一瞬敵と目があった気がするが、あ、やばバレてる。勝てるわけないやん。いや言っただろ。てかリスポーンする時に出てくる文字もなんか違うね。てか、チャット欄に出てくるやつとかその他もろもろ。日本語対応してなくね。はぁ、ベッドウォーズオワコンか。日本語対応してないだけで、それはそれで社会性対応してないお前の方が。オワコンじゃね。いやそんなのどうでもいい。敵が攻めてきてるねん。で今気づいたけど服も表示されるようになってるんだな。結構進化してて草。そういえばベッドウォーズのハブにまだついた決めなのにレベル6とか言ってるバカいたわ。話したこともない人のことをバカとか言うな。てかレベル6くらいならいるだろ。暇人とか。お前も大概にしとけ。敵と鉢合わせ、体力半分以下はまずい。ベッドないからリスポーンできないしな。ギリ勝てた。上品しなう。捨て身で特攻します。なんか壊せたわ。自陣地戻って他の敵に備えます。チェーン装備買ったんで攻めます。結構インゴットとか集めやすいから低コスト。その分敵さんも装備強くて今積んでます。言った隙に鉄振る気やがった。無理やんこんなん。はい次2試合目。マイフレンドと3人でやろうとしたんだけど鳥お腹さあ、ゴミアントレジャー取り終わったのに、ゴミとか言うな。なのでノラが一人います。これやってる時3人でノラ以外で通話してやってたんですけど、ノラがアイテム奪うとか犯罪してきたんですよ。ゲームに犯罪とかねえよ。無能無知ぶれいすぎて笑いませんでした。ボロクソ言うやんけ。いつもの流れでエメラルド取りに行こうとしたら、マイフレンドに、隣に敵いんだろ喧嘩って戦いよかす。ってぶち切れられました。トレジャーの時も隣に敵いたら戦ってたんですけど、なぜかこの時だけ前に目ついてませんでした。お前こそ無能無知ぶれいだろ。今自陣地のジェネレーターから鉄根こそぎ奪って、鉄装備買いました。クソ野郎やん。大丈夫、こいつも買ってるから。なぜかみんな青攻めてたので自分も来ました。なんでって青がラストチームやん。ささっとぶちのめします。ダイヤ装備で暴れようと思ったら終わっちゃった。はい今回も短くなりましたが、編集疲れたので終わります。周りの人とかにも聞いたんですけどあんまり評判良くないっぽいですね。自分はこう思ったっていうコメント書いてくれたら嬉しいです。僕は今後のアップデートに期待しています。頑張れハイブー。ということで最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくね。そんじゃ、バイ。